こんばんは。えいこさんいらっしゃい。一番乗り、ありがとうございます。そして、じゅんいちさんいらっしゃい。こんばんは。お二人とも、朝夜朝夜続けてありがとうございます。そして、あ、はやすさんいらっしゃい。こんばんは。昨夜どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後でちょっと救われる場面がありましたね演出あんまり良くなかったですね、うん、ありがとうございます。だからドーンということでね、いらっしゃい。こんばんは。お店開けましたよ。ご挨拶をどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、あ、エコモーションありがとうございます。ありがとうございます。さあ行きます。乾杯しますか。ドーンって駆けつけて、これよいしょ。エコさん、純一さん、そしてあやさん、いらっしゃい。今日もよろしくお願いします。乾杯乾杯乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。KP KP ということでね、ありがとう。ああ、木村さんいらっしゃい。こんばんはということでね、乾杯しましょう。乾杯ということでね、乾杯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 。秋丸さんもどうもありがとうございます。いや昨日ね、秋丸さんお休みになった後にドラマがありました。あれ、ちょうど秋丸さんがお休みになるあたりから始まってたんかな、ドラマがドラマが始まりまして、まあなんていうんですかね、あんだけ人通りのない中でよくああいう方がいたなというふうに思いますね。本当にありがたいですね。まあ何でも真面目にやるもんだなと思います何でも真面目にやるもんだなと思いました。で朝も申し上げたんですけどその代償としてですね、その代償としてもう いらしたんですね。その代償として出庫、あそこの一番近い駐車場って12時からは車出せないんですよ。夜の皆さん覚えてらっしゃると思いますけど、終わったのが11時40分なんですよ。あ、11時半かRC マスターですね。 RC、 あ、そうマスターしないとね、 RC よね。え、ギリギリ、そうなんですよ。ほいで、いやー、それさ、間に合いました。間に合う、まあ、結果として間に合ったんですけど、発見機通した時っていうかね、発見機がね11時59分だったまずいと思って、もうとタッタッサービス券としてタッ、やばかったよ。いや俺さ、ほいでその時に思ったわけよ。その時に思ったわけ、いやこれな、とにかく出られなかったら俺は八王子に泊まることになるとね八王子に泊まることになる。そして夜の駐車代も払わなきゃいけないと。おそらくおよそ1万円くらいの出費になるぞこれは。1万ではないけど、いやカプセルとか泊まったとしてもやっぱり6000円8000円ぐらいね、6000円8000円ぐらいの出費にはきっとなる。それはお前入れてもらったやつの、入れてもらったやつはるかに凌駕する金額じゃないかと。いや本当危なかったですよ。間に合ってよ、えらいことでしたよ、えらいことでしたよ本当に。いやそれで超赤字そういやそれで10時35分ぐらいでしょ、35分ぐらいに終わって、でもうとにかくそうドラマありすぎでしょ、ドラマ。まあだから何しろ配信コンテンツ的には最高なのよやっぱり路上は。ほいでまあとにかくよ、真っ暗の中、もう俺ほら目見えなくなってきてるから明かりがないじゃない。でもうなんだかぐちゃぐちゃ配線してる中しまい込んで、でガーッとこのカートに縛り付けて
カートに縛り付けて草むら配信する。あれはあのエレベーターエレベーターに乗ったわけ。だからエレベーターを下ろしたところでまずカートの荷物が崩れたんだよ。ちゃんとやってないから、慌ててやってたから、ほいでこれまずいぞ。あのエレベーター降りてからはすぐんとこ止めてんのよ。でもこれはまずいっつって、とにかくまたカートに順序バラバラで詰め込んでゴム巻いて行くんだけど、途中でまた崩れるわけ。ほいでこれはもうねいやこれはもう間に合わない、これと俺覚悟した。もう正直覚悟したけど、でも全力でやろうと、全処しようと思って、とにかくまあ引きずるように車まで持ってって放り込んで、それでもう放り込んで後ろも見ずにもうとにかく走って、それで通したわけよ。アーカイブありますよね、草むらのやつはね。それで11時59分だったね。でそのおかげでどう、あ、やっぱりあの忘れ物が出ました。どうも放り込んだ時にがやっぱりね、緩くやってたんで放り込んだ時に落としたんだね。で車であれ確認すれば落ちてたの見えてたと思うんだけど、これね確認したら間に合わなかった。確認しなかったら間に合わなかった。写真の三脚笑いごっちゃなくて、写真の三脚を忘れてしまったんですよ。写真の、そう、ほいでそれもまあ定価が2500-2600円だから、それじゃ割に合わないよななんて思いつつも、まあ必要なもんだから、とにかく1個注文したんですよ。ほんでないと困るからね。で朝昼間かな、三脚、いやそれがですね、三脚はですねありました。駐車場に電話したんですよ俺、朝っていうか昼間で、昨日多分一番最後に出た人なんですけどっつって、でどうもありましたで取りに来いってわけで、明日行ってこようと思うんですけど、だから三脚が外用と第二スタジオ用で2つ持つことになる。そう、まあ良かったです、良かったです。やっぱりね、気持ちがね、気持ちがありましたありました、良かったです本当に。でまあなるべくね、なるべくなんかこういろんなものをそぎ落としていかないとやっぱり無理だし、やっぱりちょっとねこの3年間で音楽のスタイルというか演奏の環境が変わったんで、いろいろ工夫をしなきゃいけない点が出てきてるね。だからその辺がまあこれからのあれかなと、このこれから勝負どこかなと思ってます。そう、良かったです、とりあえずありました、とりあえずありました。まあちょっと三脚せっかく出てきたけど、三脚でせっかく出てきたけど、今後ストリートで使うかはちょっと分かんないですね。電話で尋ねがポチったらなおよ、いやそれがですね、じいちさんタイミングというのはね難しくて、第二スタジオに間に合わないんですよ。今日電話してると俺が受け取れないのね。もう明日向かうから、第二の方に向かうんで、受け取れないっていうことになってくるわけで、もう1回ぐらいパスでいいじゃんっていう話もあるんだけど、でもまあ第2は第2でもうセッティングしておきたいという本音もあるわけね。あんまり持ち歩きたくないのよやっぱりね。なんでまあまあ今回はまあまあとにかく2台持ちにしろということだったんだなと、まあそういう感じですよ。そう、日々精進です本当に。まあ皆さんのおかげでね、路上もね再開をしまして、あまり寂しい思いをせずにやれておりますけれども、まあとにかく毎回こうも落とし物があるではどうにもならないんで、そう、忘れ物注意。ほんで今回ね、先週やった時にこのね、雨傘程度に縮められる雨傘程度に縮められる座椅子を落としたんですよ
それは一回1500円ぐらいかな、落としちゃって、これは出てきてない。ほいで、まあそれちょっと 聞きますけど、駐車場にも駐車場落としたんじゃないかっていう、ちょっと先週、ちなみに先週なんですけど、こんなの落ちてました言って言おうかと思うんだけど、なんていうんですかね、もうそれがあったんで、今回は落とさないように厳重にいろんなことをやったわけね。で、荷物が崩れなければよかったんだけど、一回崩れたじゃないそれでよ、厳重にやったのがかえってあだになっちゃって、袋から取り出さないとどうしようもない状況になっちゃったわけよ。まあちょっとその詳細はこの絵に描かないとわからないかもしれない。まあとにかくそれがあだになったわけね。あ、ちょっとやっぱ工夫しないとね。三脚壊れたらあの予備ということで、あ、そうそうそう、あのね、基本的にはね、俺全部荷台持ちなんですよ、壊れていいように。で、まあもちろん現場には持ってかないよ、現場には持ってかないけど、基本的には荷台持ちなんですね。何が起きても何が壊れてもその場は取り繕えるようには工夫してます。だからちょっと無駄に見えるようですけど、まあほら少額とはいえお代をやっぱりいただいてる感じじゃない。だからやっぱりね、ちゃんとやんないとね。いろいろ経験ですね、という。そうですね、経験です。サブミ誰かやってくれませんか。誰かもうサブに任せるから、誰かサブ宮本いませんかそうですね、いや本当に、まあでも本当楽しく、そしていい話でね、いい昨日はまあそのあそこまではね、いい話で終わりまして、いい配信だったなと思いました。演奏はあまり良くなかったですけどね。そんなお父さんの大好きな、吉田拓郎さんの初期の曲の、旅の宿から歌いたいと思います。スタッフ募集ということでね。そう、前はいらしたんですけどね、あの八王子にね、スローバード、あ、それもいいですね。ちょっとあの秋丸さんにもあのあれなんだよな、リクエストいただいてて、それも覚えなきゃいけないから、まあ順次やっていきます。まあまあとにかくもう歩みはゆっくりですけど、全てちょっとずつ前に進めてます。そのおかげでちょっとね、いろんなことが止まっちゃってはいるんだけど、それもちゃんと前に進めます。ゆっくりでええよっていうことでね、ありがとうございます。まあでも俺、悲しい色やねんはやろうと思ってたからね、いずれやろうと思ってたんで、まあちょっとやろうと思いますけど、ぼちぼちしてくださいということで。そうですね、ただね、あやさん、吉田拓郎は最強だなと思った吉田拓郎はちょっとちゃんと充実させて持ってかなきゃダメだなと思いました。いっぺんに全部は印刷できないんで、ちょっとずつ印刷してこの充実させてってるのね。この箱を持ってきゃ一番いいんだけど、持ってきなくないじゃん。虎の子だからね、この歌詞譜はね、足掛け11年に及ぶ虎の子だからね、この歌詞譜はね。いきますか。それじゃあそんなお父さんの67なら遅そう、最強だなと思いました。正直これはちゃんと充実しなきゃいけない吉田拓郎と思いましたね。さあ、そんなお父さんも大好き、初期の頃のと言いますか、これデビュー曲でしたかね。デビュー曲ではないか、初期の頃の。なんかね、指になんかゴミが。浴衣の君は月のかんざし、厚かんとっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。
僕は僕であぐらをかいて君のほと耳は真っ赤かアフリューだなんて一つ俳句でもひねって部屋の明かりをすっかり消して風呂上がりの髪いい香り上弦の月だったっけ久しぶりだね月見るなんて僕は僕で酔っちまって君の膝枕にうっとりもう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい旅の宿でした。パチパチ音ありがとうございます。ありがとうございます。いやしかしね、これはちょっと俺もよく分かってないんで、詳しい方ていうか、なかなかそういう経験ってなかなか皆さんないと思うんですけど、序盤スマホで映してる映そうとしてたわけね。で先週はそれうまくいってたの。先週はうまくいってたんだけど、昨日ね、昨日の夜で今週もその方式でコメントが読めるように、実はツイキャスの別のアカウントね、宮本隆さん別のアカウントでモニターしながらやればどういう映り方をして、コメントもタブレットの方だから大きく見えるからそれでいいかなと思ってやったんだけど、うまくいかないんだよね。でよくわかんないんですけど、なんかあれなんですかね、まあ言うたら同じ SIM を使ってやるんだけど、結構な大量な感じになっちゃうんかね、この映像とか音とかの送り方がね、送り方っていうかこの送受信がね、スマホの方はともかくタブレットの方がもう機能しないんですよね。単体で動かせば動くんだけど同時にやるとダメですね。なんとかいい方法を考えたいんですけどね、やっぱり二台持ちは難しいんかなとか思ったりもして、まあネイチャー配信もさ、綺麗な絵でいければいいなって思うんだけど、その何かやっぱりあれかね、スペックが足りてないんかもしらんけどな、俺のタブレットとかあれのパソコンを持ち込むしかもうないかもしらんねんけどな。なんかいい配信にしたいんですけどね。デザリングじゃ、デザリングで、パソコンの場、パソコンをやるとしたらね、パソコン持ち込むとしたらもうそれしかないですけど、いや、スマホとタブレットは、SIM が1枚ずつちゃんと入ってます。その、2枚持ちってやつですか ?2 台持ちってやつですか。で、ただ、その、要はほら、全体の消費容量は、
合算されていきますよっていうやつをやってるのね。な、同じ IP というか同じ ID と言いますか、それで2台で現場でやろうとしてるわけね。だけどなんかうまくいかないんですよね。でこの間昨日もなんかそのスマホがあってタブレットでモニターしようとしてるんだけど、スマホで写してタブレットでモニターしようとしてるんだけど、スマホの方はあの縦横がちょっとうまく直らなかったですけど、スマホの方は一応なんか配信できてたみたいですね、ちゃんとね。でタブレットの方でモニターができないって問題があったわけね。だからあれかな、だからスマホで、ね、一応配信はするけど、その文字をその皆さんのテキストを追うのはなんていう あのコメント専門のさ、コメントビューアーが出てるんですよ、アプリで。コメントしか拾わないんだけど、それでその容量軽くしてやるしかないんかね。まあ今度今度っていうか、明日か、明日また出かけてきますんで、あっちの方、明日また出かけてきます、あっちの方なんで、そこでやってみようと思いますけどね。もう一度チャレンジしようと思いますけどね。早くあれなんだよな、ちょっといろいろ自分の思ってるこの構成でやっていきたいんだけどな。 Android 配信向き変えるの向きを変えるのは一回切らないとダメみたいです。ちょっと待ってねなんつってやってたじゃない。で再起動かけたのよ、実は再起かけたんだけど直らなかったんだよね。なんか向きがおかしかったんかね、何に反応してああなったんかがわからない。まずな、何に反応したかがわからないのよ。まあ、ちょっと工夫してみます。いきます。それでは秋のだね。 iPhone はマークタップでいける、あ、そうなんですね。縦向き横向きっていうのね、縦向き配信にしますか横向き配信にしますかっていうのをニコ生の方は聞いてくれるんだけどね、尋ねるっていうかその設定であるんだけど、キャスはなかったな。キャスは俺の探した感じなかった。もしあったら教えてください。マッチをすればおろしが吹いて、線香がやけにつきにくい、さらさら揺れるあれもこう、ふとあなたの吐息のようで、煩悩休みに帰れなかった、俺のずさんさ嘆いているか、あなたに謝りたくて、仕事に名を借りたご無沙汰、あなたに謝りたくて、山裾の秋一人会いに来た、ただあなたに謝りたくて。
小さな町に嫁いで生きて、ここしか知らない人だった。それでも母を生き切った。俺あなたが羨ましいよ。今はいとこが住んでるうちに、昔みたいに明かりが灯る。あなたは、あなたは家族も遠く、傷よく寂しさをこらえた。あなたの、あなたの見えない傷が身に染みてゆく。やっと手が届く。バカ野郎と馴染んでくれよ。親のことなど気遣う暇に、後で恥じない自分を生きろ。あなたの、あなたの形見の言葉、守れた試しさえないけど、あなたに、あなたに祝ってみたい。来月で俺離婚するんだよ。そう、初めて自分を生きる。あなたに、あなたに見ていてほしい。髪に白髪が混じり始めても、俺死ぬまであなたの子供。あれもこうでした、ありがとう。曲紹介をどうもありがとうございます。杉本雅人さんの我もこうでした。パチパチありがとうございます。俺さ、でもさ、杉本先生の曲はあんまり知らないんですけど、生々しいですよね、これね、妙にね、歌詞がね。で、特に最後の一節はね、生々しいんですよ。来月で俺離婚するんだよ。そう、初めて自分を生きるっていうね。いや、これこれ、まあ多分、まあご自身は割と力っていうか、その立場は上の方だから、ご自身これでいいんだっつって出したんだと思う。ちょっと違和感あるんですけど、皆さんどう思われますか。これね、めっちゃ生々しい。これなんか別れた、そう、リアルっぽいよね。だからね、別れた奥さんに面当てでこの一節入れたんじゃないかみたいな。いや、知らんよ、別れたかどうかも俺知らんのだけど、生々しいなこれっていう感じしますよね。あなたに威張ってみたい。来月で俺離婚するんだよ。そう、初めて自分を生きるというね。生々しいちょっとこれ、あ、これでも杉本先生ではないんだ。作詞は千秋さんなんだ。作詞は千秋哲也さんという方ですね。杉本さんは曲書いただけか。でもこの千秋さん、千秋さんの面当てじゃないの。じゃあこれね、生々すぎるよね。よく OK 出したなって思うね。よく OK 出したと思います。
さあそれでは今朝の配信でもそして昨日アップいたしましたサント物語を歌いたいと思います。サント物語は1992年の発売となります。8センチ CD で発売されました。そのジャケットの谷村さんが今朝ほど話題になりました。もうバブルまんまでしたよダボスーツパステルグリーンのダボスーツを着てました谷村さん、ま、あ、分かるんですけどね、あの紅葉 の、 あの黄色と赤に合わせようとしたんだと思いますけど、ちょっとあれはないなと思うね。まあ時代ですよね、時代ですよねそうだ京都に行こうね、そうだ京都に行こう、行きますか。音をね取り直したんですよ。昔は昔っていうかそのちょ前まではあのやっぱりね3度下撮ったん、こうやってたんですけど、実は音が3度上で、こんな感じなんですよねいきます。まあ、いきなり間違った、ごめん。ほんの一人
時のためらいを誰に言いましょう。昨日今日明日変わりゆく私、赤く色づくときめきを誰に告げましょう。三島物語でした。パチパチをどうもありがとうございます。ありがとうございます。いやね、さっきちょっと話題に出ましたけど、あーエコモーションもありがとうございます。さっきちょっと話題に出ましたけどね、秋の曲もいい曲多いねということでね、秋は長いよね。秋は長いと思う。俺ね、夏曲はさ7月始まって5かけるじゃない、7月8月でやるじゃない。秋は9月から下手すりゃ11月の終わりまでやってますからね。長いですよね。9、10、11、3ヶ月やってるよね。あの前半と後半に分かれるんだよ秋は。お彼岸までではないんだけど、あの前半と後半に分かれるんだよね秋はね。冬も長いから、だから夏は短いって本当かもしんないね。あの春夏秋冬じゃなくて、秋冬春梅雨夏なんだよ。あの歌謡的には、あの楽曲的には5シーズンだから。バチバチありがとうございます。春も2つに分かれるね。でもね、3月と4月では明らかに曲が違うよね。うちの場合よ、うちの場合よ、3月は卒業の歌が多いよね。3月は卒業の歌が多いです。ネイチャー配信ね、ネイチャー配信もちょっと一工夫必要だなと思っているんですけど、ストリートはね、路上はもうとにかく3つぐらいに分かれてた機材類を1つにまとめたわけ、昨日はね。でそれはうまく稼働した。であれがなかったら11時59分間に合わなかったと思う。あのとにかく線引っこ抜いてケースに全部しまって放り込む感じだったからね。あれをやってなかったら多分間に合わなかったなと思うんですけど、ストリートはね、俺この間、ストリートじゃない、ネンチャーこの間やってみて思ったんだけど、足場だよ、足場足場がやっぱ圧倒的に悪いんですよね。あのまあ当たり前ですけど、この水平が取れないんですよね。なんでネイチャーはネイチャーでもう全く違う陣容で行かないといけないかもしれないですね。まあアンプギターはまあ最低限あるとしても、それだけじゃちょっとでもなって感じはするしな。なんかなんかいいアイデアがあるといいんですけど、まあ、やりたいことは全部機材持っていきたいんですけど、ちょっとやっぱ足場悪すぎだなと思って、この間、まあ、スマホの暴走というか、あれ多分熱暴走だと思うんですけどね、プログラム更新時間かかってます。あ、あやさんね、あ、すいません、ありがとうございます。
なんていうんですか、あのスマホに切り替えてまで見ていただいてどうもありがとうございます。ありがとうございます。そう、さっき今ね、ネイチャー配信の時間をして、ネイチャー配信の方法についてちょっと話をしてたんです。あの自然配信ね、自然配信。で、やっぱりなんかね、本当はこの電気っていうかアンプラグドで行くのがいいんだろうけど、そうするとなんかやっぱりちゃんとマイク2本ほど立ててやらないといけないだろうなとかね、いろんなことを思ったりしてますね。まあ姉ちゃんの方もいろいろトライアンドエラーでいいものにしていきたいなと思いますね。前よりもその1個の幅が大きくなっちゃってるから、足場が悪いと余計ね、石ころゴロゴロ、そうそう、この間この間川のそばでやった時にさ、バックでさゴリとか言ったでしょ。なんともなかったんだけど、見たら怖えと思ってどうもバンパー、後ろのバンパーの下をこすったみたいで、まあ、見た目はなんともなかったんだけど、怖えなこれと思ってゴリとか言っちゃってさ、秋丸さんがなんか変な音しとるでありましたよね、なんか変な音したで。そう、車も傷だらけよ。そうそう、車傷だらけよ。もうやっぱりね、宮本号はねそういう宿命かもしれません。まあ一応俺気がついたら全部ちゃんと傷もメンテしてるんですけど、ちょっとこのところ忙しくてできてないんですけどね。やっぱり自然は過酷だなって思いますね。自然は過酷ですよね。だから割と車で行けるとこまで行って運び込むっていうのが一番いいんだけどな。問題はその配信方法よ。配信と どれぐらいの音のクオリティでいくかだよねって思うね。まあゴリは俺もビビったわ。ゴリってこっち言ってたでしょ心も傷らい。まあそうですね、泣ける。なんせ納車2週間でドアパンチされましたからねなんせ納車2週間でやられましたからね。友引き納車いきますか。薄紅のコスモスが秋の日に何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す。独り言みたいに小さな声でこんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる。
明日突ぐ私に苦労はしても笑い話に時が変えるよ心配いらないと笑った「あれこれと思い出をたどったら」「いつの日も一人ではなかったと」「今さらながらわがままな私に」「唇噛んでいます」明日への荷造りに手を借りてしばらくは楽しげにいたけれど突然涙こぼし元気でと何度も何度も繰り返すああありがとうの言葉を噛みしめながら生きてみます私なりにこんな小春日和の穏やかな日はもう少しあなたの子供でいさせてください。コスモスでした。お、コスモス M 字ありがとうございます。ありがとうございます。コスモスが咲くのもちょっとまだ後ですよね。コスモスが咲くのもね、昨日お父さんずっと後ろで歌ってたよ。なんで後ろ 回ってんのって思ったんだけど、歌詞見て歌いたかったんだね。後ろ来るなよと思ってさ。できれば前にいていただきたい、できれば前にいていただきたいんです、その方が人が寄ってくるんでと思ってたんだけど、歌いたかったんだなと思って。まじまじありがとうございます。そしてエコモーションありがとうございます。コスモスは10、あ、そうですか。そうするとやっぱりあのマンジュシャカの方が上なんですね。マンジュシャカやってみる。ちょっとまだ自信ないんだよな。だけど自信ないままで終わっちゃうから、ね、マンジュシャカはもう咲いてますよ。彼岸花はもう咲いてますよ。ギター1本だとなかなか表現しづらい曲だからね。これ俺さ、まあ、ちょっとあのギターやられてる方は分かるかもしれないですけど、カポ使ってやったらもっと全然簡単にできたんだけどなと思うこの頃です。
彼岸花、そう、彼岸花咲き始めましたよね。咲き始めましたよね。ただ一目だけでいいよ、風に揺れる日がバンバだ。なんかもう一遍いく、もう一遍いく、ごめんごめん、もう一遍いきますもう一遍いきます。彼岸ぐらいがピークですねということでね。そうですね、彼岸、お彼岸ってことは来週、来週過ぎたらちょっと歌いづらくなるから、まあ、10、9月いっぱい歌うつもりですけど。行きましょう。今あなたに会いに行くよ、誰も消えた迷い道、ただ一目だけでいいよ、風に揺れる彼岸花、眠りの中だけでいいよ、忘れてしまえばいいから、やめるものの夢の夢さ、忘れてしまえばいいから、全部血を吐く桜、藤色の恋、毒は回り不乱よい、夕立近く紫吐息、骨を溶かす雨粒の音、稲妻が横顔を映す、かすかに微笑んでるみたい、降りしきる雨音に紛れ、どうってことないさ、つぶやいてみる、声を殺したまま叫んでいた、どうってことないさ、つぶやいてみる、聞こえないふりして、知らん顔して、稲妻が横顔を映す、かすかに微笑んでるみたい、降りしきる雨音に紛れ、どうってことないさ、つぶやいてみる、声を殺したまま叫んでいた、どうってことないさ、つぶやいてみる、聞こえないふりして、知らん顔して、どうってことないさ、つぶやいてみる、
なたに会いに行くよ。誰も消えた迷い道、ただ一目だけでいいよ。風に揺れる彼岸花。なんとかお彼岸までにはお彼岸までにはちゃんと仕上げたいと思ってるんです。ちゃんと仕上げます。うん、ありがとうございます。ああ、えいこさん、そしてあやすさん、曲紹介をどうもありがとうございます。ありがとうございます。バチバチをどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもすみません、エモーションでコミュニケーションの方もどうも駆けつけてくださりどうもありがとうございます。バチバチをどうもありがとうございます。バチバチどうもありがとうございます。やっぱりね、年一の曲だから言い訳よくないんだけど、いや、お彼岸に向けてちゃんと仕上げていきますんで、お彼岸に向けてねあれ、お彼岸って何、あれ、お彼岸って今週の末なの、ひょっとして。あれ、来週だよね、お彼岸ね。あれ、今週3連休とか言ってなかった。あ、来週の3連休がお彼岸か、世の中的に。よ、来週よね、来週よね。あ、そうかそうかそうか。え、今週のえいこさん熱狂的なファンですもんね。そうですね、そうですね。何ですか、特にマニアックな曲をうちにはリクエストくださいまして爆竹のファンでもあんまりリクエストしないんですよっつってこう教えてくれた季節曲なので、季節曲なので爆竹のファンではあんまりリクエストしないんですっつってたね。そうだから、マニアックです大変マニアックな曲をちゃんとお彼岸までにはやりますんでね。ありがとうございます。来週、今週末は何、なんで今週末は3連休なの。あ、3連休、あれ、今週末、あ、今週、あ、今週末から月曜日が休みになるんか。月曜日が休みか。で、その後が金土日が休みになるんだ。来週デビュー35周年コンサートです。マジですか、負けないぞ俺もなんかすごい自信ない。あ、老人の日ですか。あ、敬老の日ね、敬老の日ね。今週は、敬老の日がハッピーマンデーか、ハッピーマンデーで月曜日になったってことか。19日は敬老の日ということ。なるほどなるほど、老人の日じゃないですよいや、俺あやさん、わざとそういうあれを間違ったんかなと思ったんだけど、そう、老人の日。まあ、なんていうんですか、私はね、あんまり暦に左右されずに生きてますけど、今年は本当にお盆がね、暦通りで不景気なんだなって思った。なんか皆さんお忙しくされてるみたいでね。まあそれはなんていうんですか、まあコロナ明けたんと言っていいんだと思うんだけど、もうだって多分11月の真ん中ぐらいからまたバーっとクリスマスに向けて数字上がってくると思うんですけど、もう誰も気にしない感じじゃないの、インフルと同じ感じで。あ、いや、なんか焼き鳥美味しそうだな全然話違うけど焼き鳥うまそうな。あ、10月入ったらおでん出しますか。10月大事な、おでんを。さあ、それでは花が続いておりますけれども、秋といえばスミレでしょうか。スミレは9月の花なんでしょうか。それは本当ですか。ちょっと僕はよく分かっていません。ネイチャーといいますか、私の第二スタジオの近隣はですね、非常に自然豊かなところで、花の写真とか結構撮りためて、撮りためてというかですね、花写真とかを撮って、お礼文とかに添える写真にしようと思って毎回撮るんですけど、肝心のお礼文が遅れてしまっていて、どん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 なんか植物図鑑のように花の写真だけが溜まっていく感じです。あれ、スミレって春なの？
ちょっと待って、ちょっと待って、なんで、なんで、え、なんで、なんで、スミレ色の化粧品を売りたかったの？これ、え、知らなかった、え、スミレは春なの？それはちょっと知らなかったですね。あのスミレ色のなんかを売ろうとしたんでしょ、多分。で、無理やり、無理やりじゃん、無理やりじゃん。あ、そう、春に咲く花、知らなかった。マジですか。いやー、ちょっとこれは勉強になったな。ちょっと無理があるね。じゃあね、土屋さんといいますか、一風堂さんといいますか、資生堂さんといいますか、これ資生堂でしょ多分。マジですか。わあ、知らなかった。そう、スミレ、セプテンバラバですからね。花の色のことでしょ。だってスミレってこれ名前じゃないでしょ、名前のことじゃないでしょこれ。スミレ花でしょこれ。スミレ色ってことでしょ。え？スミレ、セプテンバーラブアゲンって名前これ。スミレってスミレさんっていう人歌ってんの？違うよね。謎すぎます。レディエイティパウダーアイシャドウシ、あ、そうでしょ、スミレ色の、スミレ色のパウアイシャドウを売りたかったんでしょ。愛する人の名前かもしれんねえ。そう考えるとちょっと曲の解釈が違ってきますよね。あ、そういうことか。全然知らなかった、全然知らなかった。夢が花咲くっつってんだから、スミレの夢ってこと。でも揺られて揺られてライライライとかで、これでもスミレのことだよね。サライも春の曲だけど夏のイメージがあるのは、あれは原因があるんだけど、このスミレは春の曲で、春の花なのになんでセプテンバーなんだろうな。リュウマチコさんに聞かないと。あ、そうなんですね。その方が作詞されたんですね。いや、なんか君は奇跡だった。スミレという人を歌ってんの。春に咲いたスミレのことじゃない。それはないか。春に咲いた奇跡的なスミレを歌ったんじゃないの。違うか。いきますか。それは9月だった、怪しい季節だった。夕闇をドレスに変えて、君が踊れば都会も踊る、まるでマンハッタンストーリー、君さえいればパラダイス、昔見たシネマのように、恋に人生かけてみようか。 You, 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 you 枠の待てろ。 You, you, you 夢が花咲くスミレ、セプテンバーラー踊ろう、セプテンバーダンシング、明日は明日、ライラライライライラ、君は夢か幻、スミレ、セプテンバーラバゲー、今夜はセプテンバードリーミー、ゆらゆらゆられてライライライラ。
君は奇跡だった優しい天使だった諦めを覚えかけてた僕の心に触れた微笑み September Love でした。諸説あるみたいですが、化粧品タイアップの企画でキャッチコピーが、あ、そうなんですね。じゃあ名前ではないんだね。ヤフー知恵袋で出てました。僕も知ら、あ、すいません皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。エコペディア、そして純一知恵袋。ありがとうございます。ありがとうございます。バチバチどうもありがとうございます。あらかじめ用意されたキャッチコピーに、あ、そういうことね、そういうことか。いや、あのね、俺歌ってる途中で、え、でもスミレが名前だとしたらこれ年中歌える曲じゃねって思って、その後、あ、でもセプテンバーラブっつってんだと思った。ありがとうございます。純一知恵袋、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そんなこと書いてるのね。これ URL ってコピーできるの、これ。あ、コピーできるんですね。ちょっと見てみましょう。それではちょっと見てみましょう。ドン。はい、来ました。非常にアバウトな質問ですが、半ば自由に解釈して答えますと。なるほど、なるほど。あ、まあまあ、タイアップが先だったんだと。なるほど。ちょっと待って、そもそもこれさ、俺さ、あ、そうか、なんかすごいシンプルな質問をしてんだね。なるほど。おお、納得できましたと。なるほど。スミレ色の9月の恋、なんかさ、昭和57年だから、でもまだバブルは始まってないんだな。俺中学校の頃だからね。新色スミ、あ、そういうことか。スミレ色をやっぱり売りたかったのね。あの紫のあんな感じを売りたかったわけね。なるほど、なるほど。そういうことか。そういうことか。わかりました。皆さんありがとうございます。僕も知恵がつきました。女優のブルックシールズさんが起用されて、覚えてます皆さん、この広告。俺、あの一風堂がロンドンかどっかで歌ったのは覚えてるのよ。ベスト10で、中継で。ロンドンだったと思うけど、確かセーヌ川だっけな。セーヌ川、あ、いや、ロンドンだと思うけど。一風堂が川のそばで歌ってる絵だけ覚えてるんだけど、これ CM はあんま覚えてないな。ブルックシリーズ、懐かしい名前だなということでね、ありがとうございます。綾瀬チューブ、ありがとうございます。皆さん、こっちょっと綾瀬チューブ、ありがとうございます。ちょっと行ってみますか。
あ、皆さん情報あれ、これは終わって俺ちゃんと確認するからね、ちゃんと確認しますからね、終わってね。さあこれはどうでしょう。あ、来ました。あ、これか。あ、スミレ色だわスミレ色だわ。踊ってますね、踊ってますねおと、俺さ今音消してるからなんだけど、ちょっと笑っちゃった、ちょっと笑っちゃった。うーん、土屋さんのメイクが、あ、そうですね、元祖ビジュアル系ですよね。 URL 早いよね、説明も。本当ありがとうございます、皆さんどうもありがとうございます。このまた一つ賢くなってしまいました、ありがとうございます。うん、元祖ビジュアル系ですよね。あ、てか土屋さんはビジュアル系の人にリスペクトされてるんでしょ。みんな土屋さん土屋さん言うてるよね。ギターもやっぱ上手でしたよね。なんていうの、このテクニックも、まあ、もちろんテクニックは基本だけど、音作りが当時ないような音作ってたもんね。やっぱりあのギター、この間なんか日曜日言ってたけど、ギタリストは音作りだぜっていう感じね。ギタリストは音作りだぜ。うん、さあそれでは正真正銘9月の歌を歌いたいと思います。これ朝も歌いましたけど、正真正銘9月の歌を歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。誰も見ていない星の9月、人捨てるなら9月、人は皆冬の支度で夢中だ。まるで星のようにある。胸を出すのなら9月、誰も見な海を見飽きた頃の9月、たくさんの愛が痩せる9月、海へ逃げるなら9月、知らぬ間に夜が誘いを伸ばしている。愛は愛はどうせ砂のようにある。人を捨てるなら9月、誰も皆冬を見ている夜の9月。船を出すのなら9月、
つ誰も見な海を見上げた頃の9月正真正銘9月の歌、船を出すなら9月ということでね、まちまちどうもありがとうございます。ありがとうございます。生きていてもいいですワークをやらなきゃいけないね。生きていてもいいですかワークね。今年はギター1本でやるか。ギター1本で。でも2個で、2個、あれなんだよな、一般の人が見れないとかっていう人もいるんで、ちょっと今難しいとこだなっていうか、その考えどころですね。考えどころです。うん、考えどころですね。終わりやなということでね。タアさんいらっしゃい。嫌になってますよタアさんこれタアさん、タアさんでしょこれ、違うの嫌になってますよ。あ、いらっしゃいキャンディーさんあと1曲よ、あと1曲お付き合いください。乾杯しますか。キャンディさんいらっしゃい、お疲れさん。あと1曲ですけど聴いてってください。乾杯。乾杯。乾杯乾杯。あ、ブラックですか、ブラックですか。楽しみにしている人いますもんね。そうですね、そうですね。なんでね、ちょっと2個がな、ドワンゴとドワンゴと、まあ、角川今大変なことになってますけど、ドワンゴが今度のガーシーのターゲットらしいじゃないですかいろいろ爆弾を仕込んでるとこ確認してるっつってた、ガーシーが。大丈夫かドワンゴ今年は生で、あ、そうねあ、そうか、そういう人もいるんだな、純一さんな。うん、ありがとうございます。楽しみにしてくれてね、楽しみにしてくれて本当にありがとうございます。うん、ちょっとね、ちょっと場所は考えます。まあ2個が、2個の線が濃いですけどね。そう、ギター2個だったらもう間違いない、ギター1本でやります。ギター1本でやります。初心に帰って初心に帰って、はい、ギター1本でどこまでいけるんだというね、どこまでいけるのだギター1本でっていう。うん、まあそういうわけでね、ちょっと明日もしできればね、明日、まあ、昨日も俺ね、お父さんお金くれたからいいんだけど、 YouTube 前、あ、同時放送か、あ、それも悪くないね、それも悪くないね。ちょっと実験してみるわ。俺ね、2つ同時配信ってあんまり良くないと思ってんの。それはリスナーさんがこの迷うっていうか、なんていう、どっちのリスナーさんにもこのなんていうの、申し訳ない感じになるなと思ってて、すごい嫌なんですよね。だけど今回といいますかですね、今導入してるコメビューは どっちのサービスもちゃんと機能するみたいなんですよ。なんで同時配信はありかもしれないですね。同時配信はありかもしれない。ただ俺のこのパソコンが2つ同時配信耐えうるのかっていう問題がある。うん、2個と YouTube 同時配信の、そう、2個と、あ、な、それはでもね、一つ手だね、手だね、それはね。ちょっとその方向で考えよう、その方向で考えます、その方向で考えます。わかりました、ありがとうございます。さあ、それではそろそろお休みの方も出現するかと思いますんで、テスト、そう、テストします、テストします。どっちでも、いや違うのよキャンディーさん、2個で見えないっていう人が出ちゃうの。2個ってなんか人を選ぶっていうか環境を選ぶみたいで、
YouTube だとみんな見れるじゃない。さあ行きますか。そう、便利よね、便利よね。あ、違うわ。俺昨日もやりたかったけど、お父さんがさ、お父さんがほら、あの声かけてくれたからやらなかったんだけど、お父さんほら、お父さんやっぱり昔の60年代70年代の曲が好きみたいだったからやらなかったんですけど、爪はアカウントなしで見れるのが強い。まあそうですね、そうですね。 あれよ、ニコもアカウントなしでも、あ、見るだけだなら見れるんよ。いきます。 Is this real life? Is this just fantasy? Calling your landslide No escape from realityOpen your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm musical. Easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't really matter.Mama, just kill the man. Look at again his head. Press my trigger, now he's dead. Mama, life just begun. But now.As if nothing really matters. Too late, my time has come. Since Silva Dama's mine, body's aching all the time.Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you behind to face the truth, Mama. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all.Easy go, easy go, we remember go. Bismillah, no, we will not let you go. Let me go, Bismillah, we will not let you go. Let me go, Bismillah, we will not let you go. We will not let you go. We will not let you let you let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go.Be at the bo, at the demo police eye for me, for me, for me.So you're thinking, cause all me ask me
city mine. So you think in Calabria living tonight. Oh baby, can you listen to me, baby? Just can't get out, just can't get light out to hear.ラプソディでした。ありがとうございます。改めて原曲聞いてみようかな。 いいですよ、原曲聞いてみてください。俺ね、あの原曲もいいんだけど、クイーンのね、クイーンじゃない、フレディの追悼コンサートのあれ DVD 持ってるんですけど、あれはいいね、あれはいいね。 DVD で最近わざわざ聞くことはなくて、 YouTube に上がってるオフィシャルチャンネルのあれで見るんですけど、いいね、うん、イエーイということで、あれパチパチありがとうございます。誰歌ってんの、え、何が、あの追悼コンサート、いろ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 、デビッド・ボーイ、アニー・レノックス、なんだっけ、あのワームの人いろいろよ、いろんな人歌ってる、いろんな人歌ってる、うん、あのぜひあの YouTube で見れば出てきます。グレディ追悼で出てきます。うん。亡くなってるやつおるけどねっていうことで、そうですね。もうずいぶん昔ですからね。もうずいぶん昔のあれ、もうあの大規模コンサートが最後だったんだよね。あれを最後に成功しなくなったっていうね。6年前クイーン見に武道館行きました。あ、そうなんですか。その当時は誰ですか、ボーカル変わってますよね。なんだっけ、あのフリーの人、いいんですよ。ツイートを見て、キャンディーさんめっちゃかっこいいから、めっちゃかっこいいから、エイコさんいろんなところで顔出してるねまた見てみる、そうですね、見てください。私はこのスミレセプテンバーのこの意味をちょっと今から読みたいと思います。ありがとうございました。まあそんなわけで皆さんお疲れ様でございました。ちょっとあの同時配信のテストなどね、またしてみたいと思います。皆様ありがとうございます。あ、そう、アダム・ランバートね、そう、アダム・ランバートです。お疲れ様でしたということでね、ありがとうございました。今日はあれ、キャンディさん、あれ、お疲れ様ということでね、今日はあれ、あれ今日はキャンディさん、あれ、今朝さ、おまけしちゃったからさ、夜はいいよね、夜はね。金ないぞ。あ、別につけてもいいですよ。ちゃんと回収しますからね。74,530円です。ありがとうございます。毎度。皆さん、終電を気をつけて。お疲れ様でした。ありがとうございました。うちはこの値段でやってんだよ。あんたも大概楽しんだんやろ。お疲れ様でした。